大阪府立八尾高等学校は大阪府八尾市にある公立の高等学校。1895年に大阪府第三尋常中学校として創立した。教育課程は全日制課程で普通科を設置し、教育目標は文部領土の骨太の人材育成。大阪教育大学と高大連携を行っていて2.3年生の希望者は 大阪教育大学天皇寺キャンパスで週1回大学生と一緒に講義を受講できる。他にも出前講義を行うなどしている。卒業生の多くが大学進学を希望しており、元府教育長の中西麻里によると、国公立大学への進学者では大阪教育大学への進学者が一番多い。その他環境教育と人権教育にも注力している。 なお2007年度まで、夜間に授業を行う定時制課程が併設されていた。1894年の中学校例改正で、道府県一箇所の中学校の複数設置が可能となり、大阪府は軍部にも一校増設する計画を立てた。和歌江郡や大村のほか、堺市、南郡岸和田町、住吉郡平野号町、東成郡天王寺村などが誘致に動き、参考の 増設が決定。翌1895年4月、大阪府第三神城中学校として開校した。当初、若江軍八尾村大技八尾の大臣寺対面所を仮校舎として授業していたが、1897年に中河内軍八尾村大技大臣寺に他に校舎が完成し移転。1900年には長瀬川佐岩の中河内軍。 龍下村を鮮ざやす中に運動場が完成した。この左岸の高地が全時拡張され、後の校舎新築移転を機に、現所在地となる。その後、大阪府は中学校令施行規則に基づき、府立のすべての中学校、高等女学校の校名を、所在地名に基づく名称に変更。これに伴い1901年4月1日に、大阪府やお中学校へ改称された。 しかし、解消直後の4月8日に、文部省令第11条が出され、中学、校女の名称に、県立、軍立などの形で設置者の名称を関することが、義務付けられたため、解消2ヶ月後の6月3日付で、大阪府立や尾中学校へと再解消された。太平洋戦争後の1948年の、学生改革により、大阪府立や尾高等女学校と交流。 男女共学の申請の大阪府立八尾高等学校に改編された。敷地面積は大阪府立大鳥高等学校に次いで、府立高校で2番目に広いとされる。1948年大阪府立山本高等学校の校舎が申請の中学校に転用となったため、山本高校が八尾高校内に移転。また、同年五月より九月まで、休宝時、 村立中学校も八尾高校の校舎を借用したため、一時3校が同居していた。なお、山本高校は1950年に元の校舎に復帰している。ありがとうございます。